それは僕が小学生になったばかりのことだった。僕は交通事故に遭い、三日三晩生死の境をさまよい続けた。四日目にようやく意識を取り戻したとき、枕元に立っていたのは母親ではなく、見たことのない美しい女性だった。あなたは壊れている。だから早く治しましょうね。壊れている。僕はその言葉の意味を計りかねて問いかけてみたけど、彼女は何も答えずに次の瞬間消えてしまった。時間が経つにつれ、記憶は曖昧なものになり、それが現実の出来事だったのかどうか自信が持てなくなってきた頃、再び彼女は僕の前に現れ、あの時と同じようにささやきかけた。もう時間がないの。あなたは壊れているの。壊れて暴走したプログラムの上を生きているの。あなたはあなた自身が作り出した偽りの世界を現実の世界と勘違いしているだけなのよ。そして彼女はその日を境に、どこからともなく現れては信じられない不思議な話を次々と聞かせるのだった。僕が存在している本当の理由、僕が存在している未来の世界、僕が想像もできない未来の生活。そして最後にいつもこんな意味のことを言った。鏡がいつも真実を映しているとは限らない。水面に揺れる自分よりもその先を泳ぐ小さな魚が本当の自分の姿なのかもしれない。